よし。ほう。何？守る。トリットスピリット、これを使うよ。よし、あ、はあ、よし。ぎっ、何？行くぞ、エンタグラムソード。我々の勝利だ。
よし。すまなかった。ねえ、夏、ちょっといいかしら？あ？なんだよ、仕事か？そうじゃなくてね、外に小説のネタを探しに行こうかと思ってるんだけど、一緒に行かない？普段小説なんて読まねえし、一緒に行っても役に立つかわからないぞ。いいのいいの、一緒に来てくれるだけでいいから。そうか？ま、ルーシーがいいなら俺は別に構わないぞ。ありがとう。じゃあよろしくね。どこに行くか決まってるの？だいたいね、ちょっと今までに行ったことのある場所を回ってみようと思うの。さてと、仕事にでも行ってくるかな。グレー様、ジュビアも一緒についていきます。どっから出てきた？それならば俺も一緒に行かせてもらおう。リオン様、一体どこから？お前らな、普通に正面から出てこれないのかよ。つうかリオン、お前どうしてうちのギルドに？グレイ、お前と話したいことがあってな。主にジュビアのことでだ。それはいわゆる修羅場というやつでしょうか？リオン様、もう一度改めて言わせてもらいますが、ジュビアはグレイ様一筋なので。そのことは後で詳しく話そう。グレイ、いいな？はあ、しょうがねえな。どうせ断ってもついてくるんだろう。一緒に行くしかねえか。どうしたものか。あれ、エルザ、どうしたの？何か悩み事？実はこんなものが私宛に届いてな。手紙？わあ、かわいい便箋ね。誰から？それが送り主の名前が書いていなくてな。ギルドに届いていたらしいのだが。どんな内容だったの？読んでもいい？ああ。何？親愛なるエルザ・スカーレット様、あなたにどうしても伝えたいことがあります。あの時は言い出せなかったものの、気持ちの整理がつき、素直な気持ちをあなたに伝えたい。あなた一人で以下の場所まで来てください。これってラブレター？やはりルーシーもそう思うか。だってこの文面どう見たって。へえ、エルザにラブレター？こりゃ一大ニュースだ。おい、みんな聞いてくれよ。待て、まだそうと決まったわけでは。あの時言い出せなかったってことは、エルザと面識があるってことよね？こんな可愛い便箋を使うなんて、相手は女の子だったりして。ま、エルザは女子にも人気あるんじゃねえか。戦ってる時は男みてえだし。それはどういう意味だ？いや、かっこいいってことだよ。でも本当に誰が送ってきたのかしら。日時と場所も指定されてるけど、どうするの、エルザ？まあ、わざわざ手紙をよこしてくれたんだ。行かないのも不誠実だろう。私もついて行っちゃおうかな。どんな相手か気になるし。ダメだ。手紙にも私一人でと書いてあるだろう。お前たちはついてくるな。チェ、じゃあ帰ってきたら結果聞かせてよね。それは会ってみてから考える。